ただいまご紹介いただきました太田智子でございます。今日は三島市長からとてもとても丁寧なご紹介をいただきまして、そうして、先ほども私の詳しい経歴の紹介などもありまして、またこのような市民の方々にたくさんこのようにたくさんお集まりいただき、そして私が過去50年にわたって努力し研究してまいりました内容についてお話しする機会を与えられましたことをとても嬉しく感謝いたす次第です。さて私がこの三島市に参りましたのは50年ほど前なんですが、本当に三島の環境は良くていい自然、そして仕事もしやすい三島市の遺伝学研究所で、本当に自分の仕事に打ち込んでこれた、それだけでもとても恵まれたことと思うんですが、まず今日のお話は進化論の新しい展開という題で、私が50年取り組んできたことについてなんですけども、最初に、生物進化に関する、歴史的なことをちょっと考えてみたいと思います。進化、生物進化、皆さんよく形態、目で見える表現系のレベルに関しては実にさまざまな、とてもすごく素晴らしい適応を示した生物の種が世界中に各いろんなさまざまな環境に適応して生存しているという、そういう事実には目を見張る思いでいらっしゃることと思います。テレビとかでもたくさん紹介されております。だけどそういうまだその生物のそのように多様で素晴らしい適応進化をしたということのメカニズム、機構ですね、一体どういうことでもってそういう素晴らしい進化が起きてきたのかということに関しての今日はお話です。そしてその進化の機構について、まず最初に皆さん考えられるのはもちろんチャールズ・ダーウィンですね。チャールズ・ダーウィン、イギリスで19世紀に生きた人です。チャールズ・ダーウィンはここに書きましたけど、ビーグル号と、イギリスではその頃調査する船を出していたんですね。で、世界一周の旅に出るチャンスをつかみました。南米とかガラパゴスの島ですね、そしてそこを訪れて、そこに生息するいろいろな生物の種が本当にうまく適応して、ものすごくいろんな種類がいろんな環境にちゃんと生きて共存しているという、そういうことに彼はもうすごく目を見張り、そうしていろいろとても一生懸命考えたんですね。そうして、自然到達説という考えに到達しました。これはすごいすごい思想なんですよ。その頃欧米の社会では、キリスト教がすごく浸透しておりましたね。それでチャールズ・ダーウィンももちろん敬虔なクリスチャンでした。それで宗教の聖書の教えるところと自分の考えていることは
ものすごく違うわけですよ。それですごく悩み苦しんだということがダーウィン の, 歴史を見ると書いてあります。とても苦しみ抜いたようですが、それでも事実は事実だということで「種の起源」という本を1859年に出版しました。実は同じことウォーレスという探検家も独立に同じ考えに到達したんですけども、その科学の世界でしっかり残っているのはこのチャールズ・ダーウィンの名前が主でして、この主にこの種の起源という彼の書いた著書が非常に画期的だったわけですね。そしてそれは、種の起源というのは、その頃英語圏の国ではもうあらゆる階層の人が興味を持って議論をしたようです。それはやはりキリスト教の世界ですので、その違いなどをとてもみんな興味を持って、もう、その辺の町の人もいろいろ議論したということが書いてあります。さてちょうどその頃ですね、メンデル、グレゴル・ヨハン・メンデルという人は、国立実家学校と書いてあります。今でいう職業高校のようなところではないかと思いますが、そこで教師をしておられたんですね。その彼は修道院の庭でエンドウ豆の交配実験をしておりました。皆さんこれも遺伝習ったと思うんですけど、メンデルの遺伝の法則というのはとても有名ですよね。優性の法則、独立の法則、そういうそのメンデルの遺伝の法則を発見しました。これはエンドウ豆の交配をして、そして F1 雑種、子供および孫の世代のいろんな形質の分離をちゃんとしっかり調べているんですね。3対1とか9331、これはその頃全然なかった統計の方法でやって、統計的な検討をしているんですよ。考えてみますと、そんな実際に豆の数数えて遺伝の法則に思いついたということがすごいことですね。これはかなり飛躍、すごい飛躍があって、ハッとひらめいたということだと思うんです。その遺伝の法則というものに何かこうひらめきがあって思いついたんだろう。それでそれをその発表したんですよ。発表したんですけど、それはあまり目立たない企業みたいな雑誌だったと言われています。それでその統計的なやり方が当時の生物の偉い先生方にはよく分からなくて、そうして評価できなかったということで棚上げになってしまって、1900年になってドフリース・クーレンス・チェルマクという人が独立に法則を発見しました。そうしてこれは面白いということで機が熟していったといいますか、生物学の人たちが一生懸命メンデル遺伝学を研究する時代になったわけです。したがって20世紀はメンデル遺伝学が大発展をしました。メンデル遺伝学、今ではよく、知られていることですけど、遺伝の元の粒子が染色体にあるとか、染色体は原数分裂を通して親から子へ、しっかり伝わっていくとか、そうだけど時には遺伝の粒子は組み替えを起こして染色体が組み替えを起こすだとか、いろんなその遺伝の原理が1900年代の始まりに次々発見されて、
そのメンデル遺伝学を大きく進展しましたね。そういう時代でした。さて、その、ダーウィンの自然淘汰というのはいろいろ騒がれてたんですが、そこにメンデル遺伝学も、1900年になって再発見されて、いろいろ生物学者が考えるようになって、それならばそのダーウィンとメンデルと一緒にして、そのもともとそのダーウィンの自然淘汰とするいうのは遺伝する形質でもって伝わっていくわけですから、遺伝学がその基礎になるということで、メンデルプラスダーウィンということで集団遺伝学が1930年代に出てきました。ですね、フィッシャー・ホールデン・ライトという、3人の学者がその創始者となっています。そして集団遺伝学で一番基本となる量は遺伝子の頻度、集団の中の遺伝子の割合ですね。 ABO なら A の遺伝子が 30% あるとかいう、そういう割合、頻度が基本の量であります。この集団遺伝学の基本の量、遺伝子の頻度が自然淘汰によってどう増えるか、あるいはいいものでどう増えていくか、悪いものでどのように消去されるか、そういう原理を数式を用いて表しました。それで、自然淘汰が主なんですね、初めは。だけどこの最後のライトという人は、自然淘汰だけではなくて、ランダムな偶然による変化も大事であろうということを考えて、確率的に変化する、チャンスでもって増えたり減ったりする、そういうプロセス、過程を考えて式を立てました。そのね、自然淘汰による変化というのは割に簡単と言いますか、割と数式を立てやすいんですが、ランダムの力というのは予見できません、予測できませんから、とても複雑になります。それで自然淘汰は必然の力、必要だから増えていく、有害なものはなくなっていくという、そういうことだと思います。それに対して偶然による変化というのはランダムドリフト、遺伝的不動と呼びますが、遺伝的にこう増えたり減ったり、偶然でもって増えたり減ったりするという、そういうことなんです。そして、ライト、S ライトという人が最初のフォーミュレーションをいたしました。これはエラティックムーブメント、ストキャスティック、確率的な変化ということになります。でその時に確率的な変化というものの一番の根本原理についてちょっと説明しますと、これが確率過程の基礎の原理なんですけど、これは私の上司であった、先ほども紹介でも出てまいりました木村元夫先生の本に出ている図を借りてきました。これはとても簡単化してしまった絵で、4個体からなる、集団、そしてちっちゃい丸は、個体、一つの個体が皆さん親父からと母からと2つ持っています。その中のまたちっちゃいのは相同な遺伝子を表します。でこれがですね、繁殖して親から子供に伝わっていくときに、配偶子を作る段階でものすごくたくさんの配偶子を生産します。これ仮想的なモデルなんですけど、
それを遺伝子プール、ジーンプールと言います。でその中から次世代を作るときにランダムに目をつむって取り出すように子供、配偶子が残される。これは自然とかにいいからじゃなくてランダムにサンプルされて、そうして次世代ができる。そしてこの場合は 0.5、 要は8分の4だった遺伝子の頻度が8分の3に変わるという、たまたま変わったという、そういうのを示すの式図です。このようにして遺伝子の頻度が親から子へと伝わる間に変わっていってしまうんですね。それを時系列的に見ますと、横軸は時間で、縦軸が遺伝子の頻度ですね。それは生物の集団の中で突然変異遺伝子が出てきて、それが増えていったりするということなんですけど、たった一つの個体に突然変異が起こりますから、大部分はチャンスで消えてなくなります。だけどたまには恐ろしく運が良かった、たまたま運が良かったものが集団の中に広がって、そうして全部の集団に広がってしまう。これを固定する、フィックスすると言いますが、固定する場合がほんのわずかですけどたまにあります。これをこれが実際には大事だというお話になるんですが、さて、よくご存知のように遺伝子の本質は何かということも分かってきました。1953年には DNA の構造、ワットソン・クリックのモデルが発表されまして、そうして、遺伝子の情報を DNA の塩基配列で表すんだという、そういうこれも画期的な発見で大騒ぎになりましたね。ちょうど私ちょっと後にアメリカの大学院に行っておりましたけど、本当に面白い時期でしたね。そして遺伝現象を分子レベルでいろんなことが研究されて、60年代70年代いろんなことが分かってきたんです。例えば遺伝暗号です。遺伝暗号ね、遺伝暗号、塩基対3個で1つのアミノ酸を、そして UUU ならそれがフェニルアラニンだという、そういう遺伝暗号、ちょうど私大学にいるときにその UUU がフェニルアラニンだということが分かって大騒ぎしたのを覚えてますけど、そして、遺伝子の複製だとか組み換えだとか、遺伝子発現のことも、遺伝子発現、結局遺伝子の情報がメッセンジャー RNA に読み出されて、伝令 RNA に読み出されて、そしてそれが遺伝暗号を通してタンパク質一次構造を作って、そしてそのタンパク質が折りたたまって機能を発揮するという、そういうことが分かってきたんですね。これは1900年代後半のすごい発展です。そして、そういう時代ですから、やはりこの場合もそれならば、集団遺伝学のその確率化って、その遺伝子頻度がどう変わっていくかとか、確率過程でどう変わっていくかとか、そういう集団遺伝学と、分子レベルの分子、進化と書きましたけど、分子生物一般の知識ですね、それと組み合わせて議論していくべきであるという機運も高まってきました。それで、確率過程も大事かもしれないというような雰囲気も出てきました。で60年代がとてもその面白い時期でですね、
まあ、木村博士、私の上司である木村元夫先生が、集団遺伝学と分子生物と結びつけて仕事がしたいということを強く思っておられた。もうそういう動きはもちろんあったんですけど、特にそういうふうに考えて、いろいろ考えていたんですね。でちょうどその頃、あの60年の半ばに図化感度のポーリングという面白い論文が出ました。これが分子進化学のクラシック、とても大事な論文です。ここの論文でですね、ズッカ・カンドルとポーリングはその頃分かっていたアミノ酸、タンパク質のアミノ酸配列、一次構造ですね、それをいくつかの生物で比べることができるものについて進化を調べた。その場合、あのまだその頃は、少数個のタンパク質でしかそういうことが分からなかったんですけど、ヘモグロビンとかチトクローム C とかフィブリノペプチドとか、そういう少数個のタンパク質についてアミノ酸配列を各種生物で比べることが可能になってきたんです。そしてそこのこのズッカ・カンドル・ポーリングの面白い点はですね、その分子のレベルでタンパク質の一次構造を比べると、ほとんど1年あたりその時間に比例して変化しているということを見つけたんですね。時間に比例して変化している。皆さんよくご存知のように、表現系形の上では生物進化の速度というのはピンからキリまであります。とても早く変わっているような種もあれば、生きた化石と言われるとても変わらない、ちっとも変化しない種もあります。ピンからキリまであるはずなのに、分子レベルで見るとどうも同じ速度で変わっているらしい。でモレクラクロックと言います、分子進化時計、そういう概念を打ち出したんですね。それで、その60年代に木村博士はその結びつけて集団遺伝学と分子のことを結びつけて考えようということで検討していたので、分子進化の中立説を68年に発表しました。これは分子進化、タンパク質のアミノ酸配列を比べるときはアミノ酸の種による置換は自然淘汰に関係ない、良くも悪くもない突然変異が先ほど説明した偶然的な変化によってたまたま幸運なものが種の中に広がった、そういう結果であるという、そういうことを主張する学説であります。翌年にはキング&ジュークスという人が、この人たちも独立にその考えに到達して発表しました。ジュークスは、生化学の人で、キングは集団遺伝の人ですので、木村先生よりもちょっと幅広くいろんなことを論じております。またそのちょっと後には大野進という日本人の方がエボリューションバイジンデュプリケーションという本を出しました。大野進さんは日本人ですけど、ずっとその頃カリフォルニアで研究をしておられました。こういう論文が立て続けに出て、とても私は、エクサイティングな時代にこの分野に入ってきたと、それも木村研究室にジョインできたという、とても幸運なことに恵まれたと思います。その頃ですね、実験分野の集団遺伝学というものもありまして、実験的にダーウィンプラスメンデルを証明しようという、そういう動きもあったわけですね。もちろん今みたいに DNA レベルで塩基比べるなんてことできないので、その頃集団遺伝学者が自分でも扱える方法ということでやりだしたのが
電気営動法を用いたタンパク質の竹を調べよう。それまで表現形だけで言っていたので、まず、遺伝子の一次産物である、まあそれはアミノ酸配列だけど、それが折りたたまってできるタンパク質が電動をかけた時に、その測ることができる移動度、タンパク質の電気営動による移動度の多形を調べるということを始めました。ルイントン・ハビーという人が1966年ですね。そしてそれまで、いくつかの遺伝子について、普通は一番いい遺伝子が集団の中にあって、それが働いていると思っていたんですけど、タンパク多形で見るといくつも多形が出てきたんですね。それでこれもかなり画期的なことでいろいろ騒ぎました。多形というのは2種類とか3種類の移動度を持ったタンパク質が見られる一つの種で出てくるということですね。そうして、ルイントン・ハビはもちろん自然淘汰と、自然淘汰を考えてこの仕事をしたわけなので、このタンパク多形は自然淘汰によるということを主張しました。それからですね、ルイントンなんかは初め少女梅の集団で調べたんですけど、それ以外にも人とかネズミとかいろんな種で調べられるようになりまして、今度多形の度合いを各種生物で比べてみますと、その度合いが人でもネズミでもそうたくさんは違わない。普通、中立説を検討して、自然淘汰の人は大騒ぎするわけですから、中立説によれば多形の度合いというのは集団サイズに大きく依存します。これは木村クローの計算の仕方とかいろんな理論モデルがありまして、集団をどんどん大きくしていくと多形の度合いはどん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 増えてしまうはずなんですね。ところが実際には、ネズミでも人でもそう違うということで、ルイントンは中立説を否定しようとしました。これで中立説は間違っているということを言いました。そういう状況だったんですが、私は中立説の本拠である島にやってきたわけです。それでこの問題を一生懸命考えました。いろいろ考えて中立説に関して3つの問題点があることに気がつきました。それはですね、まず、ちょっと図式でレビューしますと、自然淘汰説では新しく出てくる突然変異がいいか悪いかに部類分けしちゃうんですよ。で、中立説ではこの間に中立なクラスを考えます。で、分子レベルでは中立なクラスが寄与すると。自然淘汰でいいのはちょっとだけあって、それが表現系の進化の元になると考えるんですね。で、ほぼ中立、私はこの私はこの、このクラス、新しく出てくる突然変異をいいか悪いかに分けてしまう。そのいいか中立か悪いかに分けるにしても、そのボーダー、間がどうなってるかということがとても気になったんですね。自然淘汰はそんな単純なものであるはずがない。いいか悪いか、そんな簡単に見分けられるだろうか。
ということに興味を持ちました。それからもう一つがですね、モレキュラークロック、分子進化時計がですね、時間に1年あたりに依存してどうも変わっているらしいということなんですけど、実際に突然変異率というのは世代あたりで測りますね、人でもネズミでも。そうして世代あたりそんな違わないですよね。そうしますと、どうして進化が世代あたりで進まないのかということになります。それで、そこで私考えたのは、この、今先ほどボーダー、間がどうなってるかということを言いましたけど、それでボーダーというのをもうちょっと詳しく見てみると、これ横軸は自然淘汰の強さを表す、 S は淘汰係数というもので、淘汰の強さですね。 N は NE は集団の有効な大きさと呼ばれているものですが、大雑把に集団の親の、次世代に貢献する親の数です。その積で表すですね、淘汰の有効性はこの積で決まってくるということは確率仮定の解析で分かっていることですけど、それに対してこれは固定する割合です。集団の中に増えていくものが何パーセントあるかという割合です。この P は初期頻度で、中立な場合はP に等しい。それで進化速度と、進化速度と中立突然変異が等しくなるんですけど、私が考えたのはボーダーの場合ですけど、まず新しく出てくる突然変異っていうのはとにかく悪いものが多いんだから、非常に弱いクラスでも悪い効果を持つものが大部分だろうということだと、この領域ですね。でこの領域というのは集団サイズをどんどんと大きくしていくと、淘汰の効果はそれだけ、自然淘汰はそれだけ効きやすくなります。集団が小さいと中立になっちゃうんですね。大きいと悪いと淘汰はよく働きます。したがって進化の速度と、集団サイズの間に負の相関があるということなんですね。そんでこの負の相関と、一般に世代の長い生き物は個体が大きくて集団が小さいということで、世代の長さと集団サイズに負の相関がある。で両方の負の相関が打ち消し合って分子進化時計に近づくのだろうということを考えました。モレキュラークロックの問題ですね。それから先ほどの多様多形の度合い、電気映像と多形の度合いが、集団の種によっての違いがそんなにたくさんないということも、この弱有害を考えれば説明することができる。弱有害なら集団サイズを大きくしても多形は増えていかないですから、それで説明できるということで出したのがそのほぼ中立説、スライトリーデレテリアスミューテーションセオリーということで出しました。これがですね、いろいろと、いろいろと、これは今までのレビューですが、中立進化は中立突然変異率と等しいだけど、ほぼ中立な場合は集団サイズと負の相関があるということなんですが、ですね、再エのこれを出した当初はとても批判されました。これ中立説もそうなんですよ。その自然淘汰を主張する人たちは、中立進化なんていうのはあるかもしれんけど、そんなもんはノイズであって、本当の生物の形の進化とか
そういう意味での進化にちっとも関係ないんだというふうな見方がかなり強かったと思いますね。中立説はそう、いろんな意味でそんなものは進化と関係ない、あるいはつまらんとこを見ているんだというようなことで批判されたと思います。一方ほぼ中立説の方も、そんなに弱有害が多かったら進化ができませんよということでかなり批判されました。で1980年代70年代80年代の何回も引用されるんですね。今論文がどれだけ引用されるかっていうのいろいろ言われてますけど、引用されるんですけど批判的に引用されることの方が多かったと思います。そういう状況だったんですが、ほんのわずかもちろん支持してくれる論文も出てきました。80年代でもですね、それは例えば昆虫に寄生する細菌を調べてみると進化速度は速い、これは集団が小さいからというようなこともありましたし、あるいは禁煙種を島に生息するものと大陸に生息するものとで、比べてみると島の種は早くアミノ酸が変わっているというようなことも、少数ではありますが調べられました。だけどよりしっかりと支持者を得られるようになったのは割と最近のことなんですね。このゲノムのデータが出てきたからです。それは本当に大量データです。大量データを調べてみたらほぼ中立の予測が結構支持されるようになってきたんですね。例えば、ヒトゲノム、豚、マウス、そういったもののゲノムのアミノ酸を読み出すタンパク質をコードしている領域について、DNDS という量、これはアミノ酸に変化をもたらすような塩基置換が DN です。それから DS というのはアミノ酸に変化をもたらさない同義置換といいます。塩基の、これはですね遺伝コードを思い巡らしていただくとそこにディジェネラシー縮体性がありますのでそういうことですできるわけですね。 DN アミノ酸の変化するかしないかの塩基の置換を比べると人の方がマウスより大きい、これは人の方が集団が小さい、マウスの方が大きいので自然淘汰が有効に小さいそのアミノ酸のレベルでは働きにくくなってて、それで、弱有害も広がりうるので DNDS が大きいということでいろんなデータが出てまいりました。そういうことでいろいろこの頃ポジティブなトータル、ポジティブな引用でいろいろ支持が得られるようになってきたわけですけど、それのでは一体そのように弱いアミノ酸置換の効果というのはどういう機構によって起こるのだろうかということです。そういうその機構についても最近になって発展が見られます。それは分子進化というのはもともとですねタンパクによってすごい速度が違うんですよ。ヘモグロビンの方がチトクロム C より速いとかチトクロム C よりフィオリノペプチドはもっと速い、それはもうかなり古くから分かっていました。その時に中立説の説明は、タンパク質は高次構造を作ってそして初めて機能するわけですね。その高次構造に関する機能的な制約が強いか弱いかによって進化速度が決まってくるということになっておりました。この機能的な制約、折りたたまる時の一次構造二次構造三次構造、
ここで、まあ、場合によっては他のタンパクとも結合して四次構造、そこで初めてうまく機能するわけですけど、実際にこの、 今まで考えていたそういう構造と速度の問題は割とこう静的なステイティックな、捉え方だったと思います。もっと動的なダイナミックなプロセスとしてこの頃見るようになってきています。それは細胞内はたくさんのタンパクがいっぱいあって、それがうまいこと共同していろいろ働いているんですけど、その時にタンパク質がこういうふうに折りたたまる時の、それを助けるいろんな分子の、まあ、機構マシーナリー、たくさんの分子が一緒になって共同作業とするをするという、そういうマシーナリーがいろいろ見えてきたんですね。シャペロンはその一つ、それは熱ショックタンパク、悪く変なものを作らないように助けるわけですけど、で他のタンパクと共同してやるということですが、この他にもですね、この頃これもつい最近の論文を今見てきたばっかりなんですけど、まあ、もちろんこれもちょっと前からは研究していたと思うんですが、プロテインクオリティコントロールマシーナリーというすごいいろんな分子マシーナリーがあって支えている。これは変な悪いことをするんですよ。変なものができちゃうと、で細胞は死んでしまったりするわけですけど、そういう変にうまいことフォールドできなかったような場合のものを見つけ出して分解して捨ててしまうという、そういうマシナリーがユビキチンとかいろんなタンパクを研究していて、どうも分かってきたようで、こういうタンパク質の、細胞内のタンパク質のコミュニティみたいなのを考えると、ものすごいいろんなそのマシーナリーが働き合って、そうして働き合うことによってやっと成り立っているということなんですね。さらにタンパク質行動に関して、多くのタンパク質はその構造を作らない部分というものを持っているそうです。インプリンシカリディスオーダードリージョンと言われている部分で、一次構造のまま細胞内に突き出している構造のようです。そしてそれがですね、いろんな修飾を受けます。リン酸化ですとか、メチル化ですとか、アセチル化ですとか、そういういろんな修飾を一次構造のまま突き出している部分が修飾を受けて、そしてそれがそのシグナリング、そのタンパク質は共同でいろんなことをするわけですから、そのシグナリングシステムの拠点になっているということも分かってきました。このようにいろんないろんな修飾があるんですけど、その修飾に関わる酵素群というのはすごいいろいろあるわけですね。いろんなそのタンパク質の構造に関して山のように本当に複雑な分子マシーナリーが共同で働いて、そうして細胞のホメオステーシスというんですが、細胞の恒常性を保ってちゃんと機能する状態を作り出す。これ自体も本当に信じられないほど複雑で不思議なシステムですけど、まあよくも進化できたというふうに思ってしまうわけですが、さてそういうように一つ一つのタンパクについていろいろ考えてみると、本当に山のようにマシーナリーが関係していて、その中の一つのユニットがタンパク質で、その中のアミノ酸が一つ変わると
いうことですから、非常に弱い効果のアミノ酸置換というのが山のように存在すると考えるのはごく自然のことだと思います。もちろんアミノ酸の置換がとても大きな効果を持つ場合もありますけど、弱い効果の置き換え、それが山のようにあって、そうして分子進化の時に見えてくると、起こると見えてくるということで、まあ、ちょっとあんまり時間がたくさんありませんので、遺伝子発現の問題はほんのちょっとだけ話させていただきます。まずですね、だいぶ前から、生物の形の進化を見極めるには遺伝子発現の調節のシステムがどう変わってきたかを見ていかんとダメだという議論が前からありました。タンパク質だけじゃ説明、もちろんそうですね。それで、そういう議論になる前に、遺伝子発現のことは、転写因子が調節領域に結びついて、そうして遺伝子を発現させるという仕組みはかなり前から分かっておりました。そして進化の人なので、その調節領域の進化と多形について調べた人もいます。これもものすごいたくさんいろんなサイトがあって、弱い淘汰が多いだろうというようなことなんですけど、そしてですね、バクテリアじゃなくて今度は人のゲノムを考えたときに、人のゲノムというのは、30億の塩基対を持っていると言われています。そしてその DNA をふーっと伸ばしていくと1メートルになるということが書かれております。もし父からと母からのゲノムを持っていれば2メートルですね。そしてゲノムには12,000〜13,000個のタンパク質を作る遺伝子があるんですけど、その領域というのはほんのわずかです。本当にわずかな領域で、ゲノムというのはタンパクを作る遺伝子が島のように存在して、その間に大きな何をやっているかわからない領域があったんですね。ジャンクじゃないかというようなことも言われておりました。それまた一方ですね、遺伝子発現調節のシステムというのは非常に柔軟性に富んだものであるに違いない。それでないと生物は進化できないわけですから、柔軟性に富んで、そうして環境に適応してきたのだろうという議論もありました。そしてそのロバストであるということを前から議論していたので、ロバストっていうのはちょっとやそっと傷つけても効果を持たないんですよ。安定しているんです、ロバストで。ロバストにそのちゃんと発現システムとして壊れないんですね。フレキシブルでしかもロバストっていうのはちょっとむしろ分かりにくいんですけど、それがどういう一体機構でできているのか、それもこの頃少しずつですけど見えてきました。このロバストであるということは、私なんかの立場からはロバストなら効果がほとんど出ないんだからほぼ中立になるんですね。環境依存性があれば他その効果の出てこない場合がいっぱいあるんで、弱い淘汰は大事になるということを主張したんですけど、こういう状況で、エンコードプロジェクトというようなものも進みまして、ヒトゲノムはどれだけ働いているか、読み出される RNA を全部調べちゃえというプロジェクトなんですけど、そうするとそのさっきタンパク質をコードしていない、何やってるかわからない領域からもいっぱいRNA が作られているということなんかも見えてきました。私なんかはみんな弱い淘汰に関わっていると思うわけですけど、
それでですね、その遺伝子発現の問題に関して最近、面白い発展もあったわけで、ちょっとだけ話をします。まずゲノムがアクセスできる状態かどうかということがまず大事なんですね。アクセスできなければ転写因子も働けませんから、その調節領域に結合できないので、アクセスできるかどうかということがまずクロマチンのレベルで、クロマチンのレベルで、ちゃんと調整されているということが見えてきました。クロマチンというのは DNA ヒストンと DNA から成り立つ構造で、そしてニクレオソームとニクレオソームとその間のリンカーをでなす、その数珠玉構造みたいになっております。そして、そのまずですね、その1メートルもある塩基配列の中からちゃんと遺伝子発現はその個体発生の途中でいろいろ必要なものが必要な時期に必要な量だけ生産される、いろんな組織でちょっとした違いがあるわけですけど、そういうことをその一体どうやってるかという問題ですから、そのクロマチン構造が非常に大事になってきます。それで、例えば DNAS1 ハイパーセンシティブサイトというものを調べて、これはさっきのエンコードとも関係あるんですけど、 DNAS1 というのは核酸分解酵素で、そのある特定の剤をに反応するんですね。そこに反応して、そこを見えるようにしてくれる。それは割と簡単に調べられるようでして、人とかチンパンジーとかいろんなもんで、その DHS のハイパーセンシティブサイトを調べた人もいるんです。そしてこの領域は、しばしばエンハーサーとかいう、調節領域になっていて大事なんですね。だからその領域は普通は大事にある分保存されます。人とチンプと比べた時に変化してない、あるいはもっと遠い猿でもちゃんとしっかり保存されている。ところが例外的に早く変わる剤もあることが見えてきました。人のリニエージだけでですね、人のラインで早く変化する、そういう場所がある。でそれをいろいろ調べた人がいるんですけど、500何十かあって、そして、彼らの論文を読みますと、これも本当につい最近のものでさ、勉強したばっかりなんで読んだばっかなんですけど、そういう人のラインだけで早く変わるのを調べてみると、4倍の中立と思われる剤に比べて4倍のスピードで変わっているということを言うんですね。だけども、この、固定確率の式を比べてみますと、4倍ということは、4倍ということは P の4倍ということですから、これを見てみると 2NS が2ぐらいのところに行っちゃうんですよ。これはむしろ非常に弱いといい、もちろんアダプティブで、これ自体とても大事なことなんですけど、弱い、かなり弱い可能性がある。そして何年か前にこの集団遺伝の人は症状映えの発現調節の変異と分化の様子を
禁煙酒で加えまして、そして発言調節の進化というものはやっぱりセレクションとドリフトが共に働いている、スタビライジング、それはある遺伝子座において最適な量を生産する方がいいわけですけど、そういう最適な量に対しについて、それをスタビライジングセレクション、安定化淘汰と言いますが、それがちゃんとそこに行くような淘汰が働いているだろうということで、その強さを推定してくれたりしたんですけど、やはりドリフトとセレクションが共に働いていると考えるのが合理的であるということを言っていますが、先ほどの DATS もこの考え方とちっとも矛盾しないと思います。さて、さてロバストシステムに関して、いろんな新しいことが分かってきたと申しましたけど、例えばクロマチンのリンカつなぎの部分に H1 というヒストンタンパクの一群が働いているんですが、これは非常にサブタイプがうまいこと使い分けされて、そうしてそのイントリンシカリーディソーダーのビジョンもあって、そうしてロバストなシステムに関与しているんだろうと私なんか思うわけであります。その他にもクロマチンに関わるハイモビリティグループプロテインファミリーというものを報告されておりまして、とても面白い進化の様子を示します。とても変わりやすい部分を持っているんですね、どうも。それがうまく働いて機能して、環境にも反応しうるし、ロバストでもある、そういう働きのできるようなクロマチンの構造と機能というものを適用する。それで、先ほど申しましたようにリン酸化メチル化とかいろんな就職を受けるわけですけど、このクロマチンを就職する酵素群もいろいろ分かってきまして、この時もこのような酵素群に関しても面白い多様性に富んだ進化の様子が見えてきております。そしてあらゆるその調節機構に関わってくるのはフォスフォリレーション、先ほどから言ってる就職の一種のフォスフォリレーション、リン酸化の問題ですけど、このリン酸化酵素というのが実に多様で500も人のゲノムの中にあって、同時に死んじゃった遺伝子もあれば主観で比べるとかなり変化が見られるというような報告も見ました。それで、何年か前に私、遺伝子型のレベル、表現型のレベル、遺伝子型のレベルではほぼ中立な弱い淘汰がいっぱいあるだろうということ、もういろんな分子マシンナリーが山のように関わっていて、その一つ一つの要素であるタンパク質あるいはアミノ酸、その中の構造の一つであるアミノ酸ということで、弱い淘汰が山のようにあるだろう。だけどその結果見えてくる表現系を見ていると、ポジティブなダーウィニアンセレクションが働いているように見えるのではないか、そこにロバストな、調節のシステムもある、それからエピジェネティック、あまり話せます、ちょっとだけ触れますけど、エピジェネティクスもこの頃面白い進展が見えます。これは DNA のゲノム、ゲノム配列によらない表現系の変化で、しかもそれが遺伝する場合ですね、そういうものが前からいろいろ議論されてきたんですけど、それの分子機構も見えてきたということです。
それが環境のことを取り入れて変化をもたらしますので、うまいこと進化が起こるということのようです。それで先ほど の環境と電子発言の問題ですけど、例えば、ホルモンやビタミン誘導体に対して、核受容体というタンパク質の一群がありまして、これとこういうリガンドなんですね。これはこれが結合するとその下流にある遺伝子のシステムを発現して、毒なものであればその毒を解毒するようなシステムが働くという、とても素晴らしい生き物のシステムが見えてきました。ここでも山のようにいろんな電子マシンなりが働いているわけです。それで、とにかく複雑なシステムが山のようにあるんですけど、これがどうやって進化してきたか本当に不思議なんですけど、その考え、システムバイオロジーの人は、まずマスタージーン、そして下流の働きを、こういうシステムもあれば、デモクラティックな場合はなんかいろいろな反応がある中から自己組織化を起こすシステムが選ばれて、そして進化してきた。実際に生物学では中間が多いんじゃないかということを議論しているんですが、いろんなことが本当にたくさん関わってきている。私としましては、その環境との兼ね合い、エピジェネティクスも、それからランダムな効果、ドリフトも、それから必然の効果、セレクションも共に働いて、そしてすごい生物のシステムができてきたと考えております。以上、長い間どうもありがとうございました。